ドムショウです。こんにちは、ロノです。第十回目の C C はい、ちょっと久しぶりすぎてちょっと緊張してますが、十回目はい年末前にそうですね、だいぶ空いちゃって、まあ年末年始挟んでその後緊急事態宣言もちょっとありいろいろ考えはいちょっと間置いてましたが、まあまたちょっと微妙になってきてましたきてますが。 とりあえずちょっと久々に収録しようということで今回もスペシャルゲストで10回目にふさわしいふさわしいですはいえネイバフッドの滝沢新介さんですはいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますえもう10回もやってんのそうなんですよ結構やってんね細々とはいそうなんです10回目にお呼びいただき声です ありがとうございます。さらに緊張あおるスペシャルゲストですが、全然楽しい楽しみです。気楽に気楽にしましょう。いまあいろいろ聞きたいことあるんですけれどもね。はい。まあとりあえずバックグラウンドの方からちょっとちょっと待って緊張してないなのか。緊張してますよ。いやもうなんか久々に二人で会って滝沢さん来るから何聞こうっつって。はい。 いつも打ち合わせしないのに、ちゃんとしたっすからね。今回、はいうん、はちょっと、少し多めね。<laughs> いや、そんな、でも、<laughs> そんな言ってることじゃないですか、いやいやなんい下手したら無音の、無音の時間が相当あるんじゃねえかっていう、打ちは、テ準備不足で、<laughs> いやいや、でで、えっと、僕ら、滝沢さんとはちょこちょこお会いさせていただいてるんですけれども、そうですね、はい。はい はい、ネイバーフットチームの方ともあの遊んだりもしてもらってるんですけど、はい、てしててちょっとゆお話はちょこちょこ聞いてるんですが、うん、詳しくがっつり聞いたことないので、はい、今回聞いていきたいなと思ってますはい、はい、聞いてみましょうはい <laughs> 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 何を聞いてみましょうあのロンドンの話とかレコードレーベルの話とかその辺はさかのぼるね <laughs> けどあの 部分部分では聞いてるんですけどうん、うん、時系列どういう感じで状況、まあ、してきてロンドン行ったのかレコードレーベル、はい、勤めだったのかとかちょっとその辺分かってないんでなるほど、ね、時系列的には、ねえっとえー、1985?85 その辺うろ覚えになっっちゃた18の時に東京に来てえっとそこでまああの学校にまあ学校っていうか専門学校にね行ってたんだけどそこからまあ19の時にえっとロンドンにまあ本当にでもそん,なそんな長い間じゃなくて。 3か月とかいやいや全然,全然4週間ぐらいかな<ー>本当にあのパリも含めて何がきっかけで行かれたんですかえ,ー、えーっとなんかねその前になんか、えー、東京でイベントがあって、はいえー、ワイルドバンチっていうあのな DJ チームとかえとまあその辺のロンドンのチームが初めて日本にき、はいはい、来てイベントがあってはい でそこで知り合ったネリフーパーと、えー、マイローが、はい、まあ当時一緒にカムデンに住んでた家にちょっといろんな経きつがあって居候、はい、じゃないけどねはい、はい、止めてもらってっていうのがきっかけでじゃあその時はロンドンだったんですよねブリストルではなかったんですねブリストルではなくてねロンドンもうカムデンだったねその時の、えー、そう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  えー、まあだから今思い起こせばね,ねあのまあもちろん携帯電話もないし、はい、はい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  <laughs> もう通信手段がどどううまあどうどう通信手段ない中でメールとかそのメールもない、ね、メールないないっすよねうんもう電話しかないからああ、公衆電話とかで電話するぐらいとかそう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 しかないからもう本当に、はい、あの 何日に行くみたいな感じでそれで行くしかないとかねうい,ういやーそれで来てくれなかったら不安だなっていうそうでもまあその時に僕はやり取りしてなくてあのまあ森くんっていう今なんだっけナチュラルカラミティっていうまあバンドをやってたりとかアラ,アラスカだっけアラスカっていうレストラン何 森のところの近くの和子の裏の辺にある <laughs>、はい、そうそうそうその友達があの<ー>何コンタクトをしていて、はい、それでまあ僕は本当にあのコンタクトしてなかったからついてっただけなんだけどへえ<ー>そうそうそうその時はもう学生は辞めてたんですか 学生はその時はもうんかあんまり行ってなかったって話は聞いてたんですけどもうねもうやめるし話聞いてるんですけどちょうどやめてすげえ時間があったから行こうかなみたいな絶対楽しいですねそう言葉はどんその時語学とか全くだよねすごいなで全くで最初に 生まれて初めてだけどもちろんパリに入ってフランス語とかわかるわけないよ。だか今思いよう悪いんでそ,そうそうそう,そうどうこうコミュニケーション取れるんだろうって僕は思,思います。いやめっちゃまだ対応悪いからい<ー>性格最悪ですもんね <laughs> <laughs> 申し訳ないですけど <laughs> でもまあななんていうのその経験とか知識がない分。はい 今,今だったらきついなって思うようなことも、<ん>多分きついなって思わなかったんだろうね、<ー>きっとね。まあ、こんなもんかみたいな。そう,そうそうそう。なんとか、か本当思い起こせばな。どういう印象でしたよく生きて帰ってきたな、<laughs> 状況。<laughs> <い> <laughs> そ,うそうそうそう。うで、そう、フランス入って、で、ロンドンにバスで行ったのかなはい。で、バスで行って、で、 どこだっけドーバー海峡のところでバスを乗り換えなきゃいけなかったんだけどうわ大変そうだなその乗り換える一つもすげえ大変なんだよ, <laughs> よく行ったなと思うんだけど <laughs> <ん>でそこでなぜかバスが先に行っちゃって <laughs> 俺たち行ったメンツがもう取り残されちゃったねあ複数で行ったんですねその時一人で,いっでその時4人ぐらいあ四4人ぐらいで行ったんですねそこで取り残されていやもう夜中 ロースでまあタクシーが偶然2台ぐらいいたからそこからもうロンドンまでタクシー行ってっていうすごいなそうそうそう結構なメンタルですよね今考えられないですよいや今ありえないねだって今旅行する時なんかほとんど下調べせずに行ったりするもんねなんか韓国,ああ韓国行ってもさ 俺いつも何にも調べていってないじゃん。 行ったらまあなんかスマートフォンあるしどうにかなるテンション何も考えてない人たち言われてますよそれはもう向こうに誰かいるっていう安心のあるじゃなんかスマートフォンあるからまあなんとかなるっしょみたいなもう本当にスマホがあればなんとかなもういや向かう不安でしかない手ぶらだよ何にもないんだよすごいそれ考えらんない携帯もなくサバイブですよそれマジいや本当サバイブ サバイブなんだけど<ー>思い起こせばいや楽しかったなっていう思いしかなくてへえそうそうそう,そ,う<ー>でその4週間ぐらいいた間はどういう生活されてたんですかいや<果>もう本当にえっとネリーとマイローが共同で住んでたアパートに、えー、本当居候もう本当 めっちゃ迷惑だよね、4人。ありえないんだけど、すごいですね、結構立派な部屋ですよ、も人。リビングに夜になると、ベッドマット引いてみたいな、朝になったら片付けてみたいな、そう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 、感じで、まあ、だからその当時のロンドンのクラブとか、夜、毎晩のように遊びに行って、結構パーティーざんまいな、4週間ですね 当時も結構、ヒップホップ、そのワイルドバンチサウンドシステムっていったヒップホップな感じだった当時のロンドンってね、なんかあんまりまだヒップホップっていう感じではなくて、えー、っと例えばファンクっぽいものが、いわゆるレアグルーブみたいな当時のね、うんファンクな曲だったりとか、あとレゲエ、ダブがすごい。あ,<ー>あ<ー>やっぱブリストルだからそそそそう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  あのカ,カリビアン系の移民の人多い,、うん、い,い,いその辺がすごく多くてそ,、ね、その辺がベースになってる感じでヒップホップがちょっと出始めてみたいな感じだったからねへえ何で,でその当時滝沢さん自身もそういう音楽とかに興味あったんですかねあったあったあ、うん、もちろんつなんあもう繋がった時からやっぱそういう音楽が聞いててそう 面白いなね本当にまあだから当時例えば「ブランドマスターフラッシュ」とかアメリカのヒップホップの、はいえー、曲を聴いていたけどロンドンのものってなんか全然また違う印象っていうか、はい、なんかもうちょっとミックスチャーというか、はい、なんかいろんなカルチャーが入ってるのかなっていう印象だったかな。 なんかイギリスのヒップホップとかもなんかおしゃれだよねいやいやしゃれてんねしゃれてますよなんかマッシュバタックにしてもなんかいわゆるヒップホップじゃないじゃないですかアレンジ感がちゃんとかっこいいあれなんかイギリス独特ですよね独特だよねそうだからマッシュバタックとかまあワイルドバンチもそうなんだけどその当時イギリスにあったまあ ID マガジンとかはいフェイスマガジンとかそういうファッションとすごいやっぱりリンクしてたからはい そのななんだろうねこうやっぱいわゆる都会っぽいっていうかうんそういうところはすごくおしゃれな感じだったかなへえ<ー>、うん、イギリスに行ってたって話は聞いてたんですけど、うん、滝沢さんがなんか僕は勝手にパンク好きだからイギリス行ってたのかなって思ってました <laughs> うういや全然ね<ー>いややっぱさ初めて行くからメレーの 絵はがきとかでよくあるキングスロード行ったらトロージャンのパンクスだらけみたいなそのイメージでそれも楽しみで行ったんだけど一人もいなかったもんねおかしいなそれちょっとカルチャーショックでしたあれいねえじゃんどこにいんだいそうそうそうでもやっぱり自分の中でもパンクもちろん好きだったけどカルチャーとかファッション的にはもう 次に行ってたから、はい、ちょうどもうその当時のロンドンのスタイルが見たくて行ったっていうのが一番の理由だったからへええ、ね、そうそうそう,そうで当時ファッションとかどういう感じだったんですかスニーカーとか流行ってたんですかねえっとねスニーカも当時の印象だとアディダススーパースターを 紐なしでいてたたりとかかランディー MC スタイルそその流れでででういう感じだったんですかねでもね記憶で言うとまだランディー MC じゃなかったと思うんだよねその時。じゃあもう前からなんか世の中的,は、うん、的にはランディー MC 流行らしたみたいになってるけども、まあ、靴は靴でで紐なしは結構流行ってたんだね昔う、多分ね時系列的にはマイ・アディダスとかさリリース前だったと思うんだよねまだ。はい 85って言いましたっけ ?856?856?856 ぐらいかなその時から。あれだスプーマだったね。結構メインがね。そこにファットシュレーみんなつけてニューヨークだとその当時ビーストゥーボイズとか、そんな感じですかあそうだ。ちょい後ただね。あちょいあった。 でスニーカーは結構なんかその音楽とかファッション好きな人はスニーカーって感じだったんですかねなんかブーツとかそういう人とかうんそも結構でも、ね、当時はやっぱスニーカーなんだろうなスニーカー履き始めたみたいな感じだよんみんなだからスポーツシューズとしてのスニーカー、はい、じゃなくてああなるほど。まあちゃんと なんていうのファッションとしてアイテムとしてみんな多分アディダススーパースターから履き始めたみたいな感じかもねなん,かなんとなくあの個人的な印象だったでそれで並行してドクター・マーチン入ってたりとかえっていう印象がでロンドンの人たちはそこにあのまあワールズエンドっていうかビビアン・ウェストウッド 服をミックスしたりとか。はいはい、ーナイキはその時は流行ってたかもしれないですかね。ナイキはね全然見なかった。イギリスではなさそうじゃないですか。まだアメリカでやっとなんかランニングを超える瞬間ぐらいなんじゃないですかね。逆にわかんないですけど。だし、なんかそこもこあのなんていうの個人的な印象だってビスティボーイズ以降かなーって感じ。はい、ーーナイキは。ジョーダンになるまではなはいそうですよね。ね<ー>それもあって上段だって八十。 5? ああいや多分ドラフトが多分入ってきたのがプロが8十冗談は85だねそうですねうんなんですねだからってなるとまだアメリカとさすがにやっぱ、うん、そのなんか、まあ、情報渡るっていうのはちょっと大げさかもしれないですけど、うん、やっぱちょっと実はありそうですよね <laughs> 国ある,よねあるねあるねいや何年だったかな4年だったかな俺一回、えー、スペインマドリッド行ったんだけど、うん まあその時でもアメリカはやっぱナイキ強いけど向こうはまだちょっとプーマとかアディダスの方が強かった印象があるナイキいないわけじゃないけどなんかそんなに人気ないって感じだったね、うん、でも確か昔プーマ多かったかもねープーマってそもそもてどういうアングルのスポーツ <laughs> どういうアングルなんていうんですか、その、なんか、バックボーン的な、それ、俺,俺がそのスペインに行ったときは、プーマもなんか、そのあのあスウェードとかじゃなく、はい、ちょっとなんていうんですかね、レーシングシューズみたいな、ちょっと、細いやつ、そう、速い感じのやつ、あのイタリア人感じのやつですよね、ああいうの履いてる人が多かった、俺、その時確かね、ナイキね、ダンクかなんか入ってたんだよね。<laughs> ななんかんでこいつこれ履いてんのみたいな感じだったような記憶がある見られたんですか逆にこれ履ってんだみたいな分からんなみたいなこの速いやつしようの速いやつしたらみたいな感じだったいやなんかさワイルドスタイルとかあの辺の最初のブレイクダンスとかあの辺なねちょっとちゃんと見てないけど見直してないけどなんかプーマとかその辺のイメージがあるんだよねやっぱね 日本にツアー来た時っていつなんですかね、いつだろう、そこ、記憶にないけどね、うん、いつなんだろう、いや、当時、なんかビデオとかで見ても、はい、やっぱあのスタイルの、えー、なんかトラックスーツで、はいまあ多分スーパースターかプーマで、はいはい、キャップかぶってみたいな。はい かそんなイメージだけどね<ー>確かにナイキのイメージまだないかもね<ー>その時、うん、すごいな歴史深いなもう今ね、うん、ナイキすごい人気するけど、うん、ね<ー>、うん、なるほどでその状況あ状況じゃないやえロンドン行って4週間行って帰ってきて、うん、その後に レコード会社えーっと、ね、そのあとに帰ってきてやっぱりね学校も行ってないしさ、はい、暇じゃんそうですね <laughs> で <laughs> まあちょうどそのクラブカルチャーみたいなものが、えー、っと日本とか東京にもいろいろとでき始めて、はい、まあ DJ のバイトやったりとかねうそういうことをし始めたりして当時東京はクラブ 結構数あったんですかなんか今だと金曜日だと、まあ、とりあえず行ったらどっかしらイベントやっててうん、うん、<laughs> はしごしまくるみたいな感じなんですけど当時もそういう感じだったんですかねいや当時ねえっとまだ全盛がディスコ時代でもう本当に小規模でもうアンダーグラウンドな感じでクラブができ始めてみたいなところだったかもねじゃあそんな数はそんなない いやでもね数はねいろいろあったんだよね<ー>当時なりに、まあ、ディスコの延長上的なものもありますねディスコは早めに終わっちゃうんだけど、はい、みたいなああで夜中やってるのかそういうアンダーグラウンドなのとか、うんていうことになりましたあったあったあったあ 大体ね大体そう大体港区みたいなねあの遅い時間はねすごいですねやっぱそこは。それこそあれじゃないロノ君のお母さん働いてたゴールドとかああそう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 あれはねあれはすごくそういうものに初めて資本がはい

ゴールドはねただ眠いってそうっすねすごいですよねでもその急になんかもういやでもねその時代ってやっぱり直前もうそこで終わってるけどバブル期があったからすっごいもう無駄にいろんな巨大ディスコみたいなのがめちゃめちゃだから逆に言うと今よりそういうとこ多かったんじゃんっていうお金があって 滝沢、まあ、さん、もろバブル経験いや、えっとね、バブルだっていうことに気がついてないね <laughs> <laughs> あ、世の中ってこういうものなんだくらいの <laughs> そうそう、だから夜、まあ、東京来て、はい、夜中クラブとか遊びに行って、はいはい、帰りたいんだけど、タクシーが全然止まってくれないとか、みんなお金あるから使っちゃうってとか、うん、いやいやいや、もうバブル期だから。はい 何か小僧小僧とかああもうそうもっとお金とかなんか俺聞いたのはなんか、ま、タクシーの窓開いてたらもうお金先入れてくるって聞いたことあるそうもう,そう、まあ、みんなこうお金出してたりとかへえそれは不思議な光景ですねうんんかそういうらしくないというかなんか,かバブルって言われてもピンときてなかったから <laughs>、はい、へえそうそうそう 年配の方の今の,の東京にいるタクシーの方とか多分あの時の流れからずっとやってる人が結構いるんですかね、うん、いるかもねあの時の個人タクシーとかね、うん、ええー、すごいですねそう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 今日それは盛り上がって、うん、タクシー捕まえるの一苦労だもんねだって <laughs> なんか歩いて移動したりとかねお金出すってそんなやり方なんすごいな、うん、そうそうそうええー それで DJ でバイトとかしてそれ何年くらいふらふらというかそうだね DJ バイトしたり昼間カフェでバイトしたりとかね<ー>いろんなバイトをその時はなんか服やりたいなみたいなのは考えてたんですかねもともとえっと服がやりたくて東京来てたから、はい、<ー>なんだけどまあほら そういうういいちょっとと寄り道か挫折しながら大事大事 <laughs> よくと離れてそんなふらふらしながらもまあ藤原宏君と仲良くなってで毎日こう遊んでるうちにまあ彼がえとメジャーホースっていうレーベルの立ち上げのプロデューサーでえーレコード会社を作るからそこで働くって言われて。 もう DJ とかさスタイリストとかカフェとかのバイトの月給だったから、はい、月給ってかバイトの報酬だけ <laughs> 月給もらえんでしょうと思って <laughs> やりますやります,ああります、ね、めちゃくちゃあり,あり仕事ないよ全然知らないのに <laughs> まあやりますっつってそれいくつくらいだったんですかそ,それ何歳だろう二十歳ぐらいかな多分 あなんかフラフラしてたっ言って1年くらいフラフラしてそそそそううううたからさすがにちょっと長すぎちゃう34年フラフラしてましたってわけじゃない結構 DJ のバイトとかもしてたんだけど朝始発で帰るとかねそんなんがずっとだったからなんかちょっと嫌気もさしてたしそういう生活にねはははいいいでそこメジャーフォースに入ってそうメジャーフォースに入って <で>なんかいろいろやってたとは聞いてるんですけどそうそうそうまあ本当にあのー、日本初のヒップホップレーベルと言われた、えーいえー、レーベルまあもちろんねヒップホップだけじゃなかったんだけどなんかの有名な話はあの「ダヨネ」のシングルは滝沢さんがデザインしたう <laughs> そうそう,そ,う、えー、それはメジャーフォースと全然関係ないんだけど、ね、ああ関係ないんですかメジャーフォースではないんですかではないんだけどあ<ー>まあそのレコード会社で えー、リリースしたやつで、えー、そう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 、えー、だからそこまあ入って小さい会社だったから、まあ、要はレコ,ードレコーディング制作から、はいえー、マスタリングまで立ち会って、はい、えっとまあそれを営業まで<ー>プレスして営業まで行ってみたいな。<laughs> 一通りマスターリング立ち会ってってのはもうちょっとプロデューサーっぽい感じじゃないですかもう何をするんですか立ち会うっていうのは今考えたらさよく俺立ち会う俺だけだよ俺だけでこれオッケーを言う人ってことですよね滝沢さんのさじ加減でオッケーかオッケーじゃないやもちろん当時で言ったら高木寛さんとか長井俊夫さんとかと一緒に行って。 で聞いてっていうこともあったんだけど後半なんかマスタリングしてきてっててきっっ言われて行ったりとかね <laughs> あーすごいっすねえ結構なおあ行きますっつって、はい、<laughs> でそ,それでかいやこれちょっとちげえなみたいな言,言ってたんですか指示出してたんですか <laughs> いや,いや多分ねマスタリングの,そのエンジニアの人がもう慣れてるから、はい、こんな感じで行きますねみたいな、はい。 はいよろしくお願いします。<ー>そういう感じでなんか住んでた気がするねなんかね。<ー>そ,うそうそう。で PR PR もやってたと思います。そう PR も雑誌社回って、えー、なんかレビュー書いてもらったりとかね。<laughs> 海外とかもそういうのやってあのー。 PR してたんですかね国内だけです、ねえとね、海外はもうその当時 PR しようがなかったからうん、うん、なんだけど、えー、と1年に1回ニューヨークでニューミュージックセミナーっていう、えー、まあイベななんだろうそういうまあ音楽のコンベンションみたいなものがえっとニューヨークであってそこにまあメジャーホースで呼ばれて僕は行かなかったんだけど、はい、何回か行って<ー>そこで。 もう本当日本人が来てあのアポロシアターとかでラップをしてみたいなところではすごいやっぱ、あのー、アメリカの人にすごい面白がられてっていう<ー>そこからつながって、あのー、何か <laughs> えっとその時誰だっけかな例えば d j レッドアラートとかと一緒に。 何かレコーディーすることとなったりとかやばいっすねそんな集まるんですねもう大御所というか、まあ、そ,そこにやっぱみんなすごいですよね、うん、そうそうそうなんかそういうなんかねそういうコネク、うん、あの本当に実際動いてつながって何か、えー、コミュニティができてみたいなことは当時すごい多かった気がするね<ー>なんか。 なんかアンクルのジェームス・ラベルもなんかメジャーフォースのこと知ってたって聞いたんですけどその子は彼はどういうラインで知ってたんですか、ね、彼はね多分ロンドンでレコード屋をやってたんだよね確かねはい、うん、その時メジャーフォース取り扱ってたんですかそうメジャーフォースとかも好きでやっぱりなんかちょっと多分だけどファッションとかこうカルチャーとかに感度がすごくいい人が、はい、メジャーフォースをこう 情報量が少ないながらもグローバルでこう気にしてる人がちょいちょいこういたっていうね、うん、そういう人ってあれなんですかねなんか日本に遊びに来てメジャーフォースして持って帰るって感じだったんですかね,そ,すねそれもあるしあと当時、えー、っと屋敷豪太さんとか中西俊夫さんとかはい、はい、工藤さんとかが、はいはい、ロンドンに一時期、えー、住んでたりとかしたからその辺のカルチャーをこう ちゃんとこう、なん、なんていうのか伝える。人がいた。っていうのも大きいかもしれない。はい、なるほど。<ー>なんかインターネットがね、なんかそんな。本当に。情報量を普及してない。時代になんか、よくなんか。そうだね。掘ってたなみたいな。いやにいやいやいや、もう。だから。ね、当時。フルレコード屋行って。レア版をこう探すみたいな。はい、もう全部そんな感じだよね、きっと、ね、こう、動い、<ー>自分で動いていって。はい、すごいです。 あの探さないとハードっすよねそれ。こんな効率いい感じはないのに。いやそれもなんかね日本人ま当時日本人って多分印象的にはわけわかんねえ。なんか早いっすもんね。カルチャーもそんなねえだろうくらいに多分海外から思われてと思うんだよね。こいつは詳しいなみたいな。うん。それすごいですよね。だからその印象じゃんその印象の。 えと日本人がなんかラップしてるとか、はい、そういう現象が多分すげえ面白く映ったと思うんだよね海外の人には、はいはい、なんか興味深いというか<ー>、うん、すごいなでそのレコードメジャーフォース行った時は結構海外出張とか海外レコーディングとかそういうのあった えっとねちょろちょろはあったんだけど僕は一回も行ってないかなそこはねうもう本当に最初人数プロデューサーだけで行ったりとかっていう感じだったんでそうそうそう,そうあの昔から気になってたんですけど、うん、なんかあのよくあの有名な歌手の方とかが「うん、いや今回のアルバムなんか LA で録音してきました」みたいな。 言ってる方とかいるじゃないですか、うんうん、あ,あれはなんどういう理由なんですか、ね、あの僕は勝手になんか息抜きで言ったっしょって勝手に持ってるんですけど、うん、そのセンションで撮れた空気感みたいななんかなんか機材が言ったね俺でも一回 LA のグランドロイヤルグ <laughs> ランドロイヤルってあのビスティーのスタジオでレコーディングに行ったね確かねそれどういう理由で 行ったんですがやっぱり向こうの方が機材いいとかあるんですかねえっとねなんかやっぱりその当時って昔と比べて音楽に対するコストとかもレコード会社が結構持ってる、ね、あ予算が結構出<ー>そうだからそういうので<ー>なんかの流れでビースティーのところで<ー>えっとレコーディングしようよみたいになってで撮影もじゃあ向こうであ,<ー>あのジャケまあ本当に ジャケ社とかさそういうのにも予算すげえかけてた時代だから <laughs> <ー>で LA の「女子はツリー」って撮ろうよとかさ<う>羨ましいなそう、ね、それついてったね確かね<ー>ただただ,ただレコーディング始まっちゃうと俺全然やることないからはい <laughs> か向こうで知り合ったあのー、向こうで知り合ったな,なんつうのかなこうコーディネーターみたいな人とはい あのはバイク山は、ね、ああやっぱその時やっぱもうバイクはいろいろ掘ってたんですね <laughs> バイクはいくつくらいからハマり始めてたんですかバイ,バイクでも遅かったよでもハマり始めたのも多分21ぐらいとかああ、うん、長野住んでた時からなんかバイクずっと乗ってたとかそういうわけではないです、ね、いや全然全然<ー>全然なんだけど だから本当にね、本当、今思うと申し訳ないんだけど、音楽のそういう仕事をしながら、隙あらばバイク屋回っちゃおうみたいな。だけど、当時、LA だし、昔だし、いいもんいっぱい残っていやいや、もうだってさ、行ったらさ、行きたくなるじゃん、すごいそうですよね、初 LA だし。そそそそうううう そうなんですよ。絶対テンションアップでした。まあただね面白かった。なんかそのビスティのサボタージの PV 撮ったあのスタジオで PV 一部撮ったらしくて、なんかこのシーンここだよみたいに見たりとかして。あれドキュメンタリーの VHS 昔出てましたよね。サボタージのあれマクロパスかなん撮ってたと思うんです。そう。なんかやっぱりそこはねなんか後から思うといい経験だったなとかね。 なんか珍しいエピソードないですか、なんか危ない目あったとか、その時危ないですよその時の LA はラフだったと思うんですけどいやー、結構ラフだよね、ラフだけど、やっぱり若くて、経験値なくてだと、あんまりメンタル的にも食らわないじゃん、こんな文か的な、ひどいモーテルだったりしても。 あんまないね、ねなんかいいチームがいたということですよね、<laughs> 仲間が。行かなかったかな。どの辺とかにいい入れるんですかねって、思う逆に。いや、でもやっぱり前情報でさ、コンプトンっていうところは危ないよとかさ、<laughs> ああそういうのは聞,き、はい、聞いてるじゃん。かレンタカーで迷い込んじゃって <laughs> あれちょっとこうコンプトンってとこじゃねえのみたいな時はすげえドキドキしたりとかパッて見たら本当に子供たちがめきちゃりにこう乗って本物じゃんみたいなそういうなんていうの本当ステレオタイプな頭でっかちになってのやばいやばいみたいなのは結構あったけどんか本当に危ないとかじゃなくてあるよねなんか。 その当時ってどのエリアがやっぱ栄えたっていうかベースとするエリアってどの辺のサンセットブラッドとかあの辺ですかね相変わらず相変わらずがもうまたずっとメルローズとかそうだねマックスフィールドはいいお店だなとかさそういうイメージっていうかねそれは変わらずなんですねそれ 1990年代へえ90年代頭多分ーサボタージュ出たこれ934とかわかんないけどユニオンが終わったんじゃないのユニオンユニオンあったかもねあったからうんそうっすねうんそうそうそう,そ,うそれでメジャーフォースは何年くらい勤められたんですかね えっとね67年いたと思うんだよね,ねあ結構いたんですねそうそう<ー>で26の時に漠然となんか自分で商売をやろうっていうのを決めてたからすごいっす、えー、それでネイバーフッドを始めたのは94年94ですよね 94, 94でまあでもその前にそのメジャーホース レーベルのマーチャンダイツ始めたりとかああはいはいそうそうそう会社でねどういうものを作ってたんですか T シャツそう T シャツとかジャケットとか結構いろいろ作ってたよんかアクセサリー小物みたいなのも作ったりしたんですか作ったしで当時ほらどうやって作っていいか分かんないじゃんはいはいはいプリント買い工場ぐらいは人から聞いて分かったんだけどジャケットとかさ <laughs> どこで作るんだろうみたいな<ー>でそれで人から聞いて「いや韓国に行けばすげえ安く作れるよ」って言て今でも似てますじゃあじゃあ韓国行っ,く行ってきますみたいな企画書書いてええー、そうで行って、えー、もう本当飛び込み予算あるな っていうかさ、めちゃくちゃだよね、マジ。いや、もう、マジ、通んないよね、そんなの。なんていうところ行って、どんだけ発注しますとか、そんなもん全然ないで。滝沢さんも逆に今、なんか、下の部下の人が、なんか、いや、韓国安いらしいんで、ちょっと行ってきますとか言ったの。えみたいな、本当に友達に聞いて、イテウォンっていうところに、そういう。 お店がいいっぱあるからそこに行けば何でも作れるって何でも作れんだっつって「ちょっと行ってこよう」みたいなで作るものも決めてないでもとにかくとにかく行ってここっぽいなみたいなのがいっぱいあってやっぱり当時ほらヴィトンの偽物とかさグッチとかさもう山ほどだったからこういうとこだと思って入って。 もう言葉も何にも通じないんだけど、はい、そうっすよね。もうこんなん作りたいっつって言ったら、うん、まあなぜかできたんだよね。うん、<laughs> 作れたんですよ、ね。<laughs> えもうなんかやっぱ安いんですか？百枚ずつ、百枚ずつ、百枚ずつみたいな。全然余裕なんです、ね。そこでオーダーして帰ってきたら。<laughs> オーダーして帰って届くかもちょっと不安だよな全然不安じゃんその時サンプルとかサンプルチェックみたいなあったんですかサンプルチェックは現物チェックだねああそうですねあそれもう送られてきてそれまた送り返してみたいないやいやもう全部もういきなりバルクみたいなああいきなりバーサそれ売るしかないってことですよねもう発注してだってさメールとかないんだよそうですよね メールとかもないし確認しようがないから<ー>でプリントのグラフィックのデータとかどうやって入稿してたんですか、はあ、俺ねその時ねちょっとすげーうろ覚え覚いなんだけど Mac を使い始めでプリントアウトしてデータじゃなくて、はいはい、それで持ってったと思うんだよね<ー>このワクチンをここにつけたいとかああへえ<ー>そう,うののですね ネイバーフット最初入った時もまだそういう感じでしたもうネイバーフット始めた時は結構いやもうちょい進化してた <laughs> <laughs> それマック <laughs> イラストレーターとかがあったってことですかそれともマックの、はい、イラストレーターあったあああったんですね、うんうん、だからそのレコード会社の時はもうマック自体もこれぐらいのやつだからはい 画面これぐらいでグレーなやつかそうそう,そう,うやたらフレームでかくて抽象ちっちゃいみたいなそれで多分ねプリントアウトして持ってったような記憶があるんだよね多分原寸のものをプリントして、うん、プリント工場を持っていくみたいなそう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 でちゃんとねなんか全然記憶ないんだけどネームとかも作っててうん<ー>そうその時のプロダクションの人大変 だだっったんだろううなってい,ういやもうそもそものプロセスがうん,うんでもまあ、ね、それで何とかなってたらすげえよね多分だ基本修正とかしない感じですよねその話た修正とかないよね <laughs> <laughs> B 品がやたら多かった記憶あるけど決め打ちみたいな <laughs>、うん、でそれで作って持って帰ってきて もうほとんどすぐ売れちゃうみたいな感じで、はあ、じゃまた韓国行こうとかで、そうそうそう、そうで,すね、で、覚えてるのは作ってきたやつ、作ってきたものをたまたまパブリックエナミーが、はい、えっと、日本初来日のツアーで、その時にあげて、そのジャケット、はい、めちゃめちゃ喜んでたって<ー><ー>はいう。 メジャーフォースだから MF っていう刺繍してこっちにそしたらマザーファッカーじゃんってめっちゃ喜んで来てたそうそうそれ面白いですねそのエピソードのでそのままその時一緒にツアー行って京都どこだっけかな京都神戸とかも行ったのかな川崎から メジャーフォース、パブリックエネミーのツアーでメジャーフォースが前座でサポートみたいなね。そう。クラブツートみたいな。そうです、ったね。ちったね。三井さん、いくつやったんですか代です高校じゃすごい、でもそれで来てるのすごいね。か

最高すその時パブリック・エネミーとかビースティとかち日本で知名度的にはどんな感じだったんですかまあ日本多分ヒップホップ自体も全然アングラですよね日本ではいやでもねそうでもなんか新しい音楽としてなんか盛り上がりつつはあったんじゃない当時そのロンドンも含めて滝沢さんその LA もなんか海外 行かかれたたりしてじゃないです行ったりして日本と比べて情報どれくらい遅れてるなみたいな感じましたいやでもねんか当時ってさ世界的にそうなんだけどインターネットもないしもう本当プリントメディアっていうか雑誌しかないじゃん雑誌しか当時日本って例えば「宝島」っていうすげえちっちゃい頃のやつとかあと音楽誌が何しかあって あったりとかで、で東京の情報ってなんか独特だし、うん、え結構早いなと思ったんだよね。えー、<ー>そんな遅れてなかったんですね。もちろんその<ー>国の文化のなななんていうのかな、うん、スケールの差みたいのはすごく感じたけど、はいはい、東京は東京で独自のなんていうのかな、独自のミックス感だな。 逆にアメリカ行った時の方が例えば LA とか田舎だなと思って LA 田舎ですよ逆に田舎なんだなって確かにそう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 だから東京なんかすごい面白かったかもだけどなんかさっきビビアン来てたみたいな話なさってたんですけどヒップホップルとかそういうの聞いてビビアン・ウェストウッドなんだみたいな。 すごい,すよ、ね、そいやだからね<う>そこもすごい日本スタイルだなと思ったんだけどでもやっぱり遡っていくとロンドンスタイルなんだよねやっぱロンドンおしゃれだなおしゃれっすよね、うん、そうやっぱり当時そのバッファローっていうあのロンドンのチームがいたりして、はいでまあ、さっき言ったみたいにその音楽とカルチャーとファッションがすごいみすごい なんていうのかミックスされてて、はい、で彼らも多分ニューヨークのそのヒップホップのカルチャーとか、はい、例えばジャマイカのレゲエのカルチャーとか、はい、すごいね今のなんか日本の若い子の感覚と似てるのかもしれない、ねうん、なんかあんま、うん、これ音楽聴く人はこれ着ないといけないみたいな,、うん、なんかそういう感じじゃない ん結構本当自由な感じだったかもねえでもそれがすごくかっこよかったいいですね面白いですねアメリカにはなさそうな感じですねそういうのってそう逆にアメリカにないじゃんないですよねそれは今ちょこちょこ出てきてるけどさっきの田舎門っていうあれにやっぱそういう意味なのかなって思いますよね都会感って結構ホントにニューヨークとか出ないじゃないですかここにいる人たちみたいなそうそうそう都会でもうん あの僕一緒には向こうで LS に出た時働いてた友達、うん、あのサウスセントラル出身の人いたんですけど、うん、サウスセントラルから仕事以外でサウスセントラルから出たことねえって言ってましたもん <laughs> 田舎んっすよねそれも都会の田舎んっすよでなんか、まあもちろんサウスセントラルでそんなアジア系のご飯とかもあるわけもなく韓国焼肉とか連れてったら こんなの初めて食っためっちゃうまいっつってましたマジ <laughs> 目の前にあるのにいつもうそうそうそう <laughs> やっぱこうやついいんだみたいなすごいっすよね<ー>面白いもんですよねそれって前も2年くらい前あのアメリカから友達来た時も俺ラスベガス育ちでラスベガスから出たことなくて初めて出たのが日本っつってた <laughs> <laughs> すごいっすよねそういうの アメリカっぽいな、飛行機初めて見た。い未だにこうやついいんだと思ってあそうか、ん、ロンドンやっぱすごいな。やっぱ違うな、ん、センスが。いや、ロンドンね、かっこよかったね。ロンドンに行こうっていう。 考えは全くなかったもう完全にアメリカなんかメディア感はアメリカの方が強くなかったですかどうなんですか日本って僕それはバランスというかわかんないですけどその、うん、昔の人結構その話聞いたらロンドンの人多いんですけどなんでロンドンなんですかんでアメリカじゃなくてロンドンなんですか,、ねだたですかね、多分ねおし,おしゃれ感じゃないうんファ,ッション、ねうん、ファッションのイメージがやっぱアメリカじゃなかった、ねうん、いないですよん。 で割となんとなく感覚的に90年代の MTB 以降みたいのがなんか割とアメリカに世界的になんかこう注目が集まってだんだんそっちにシフトしていくみたいな感覚はあったかもなんか,か,か,か MTB なんだ MTB の影響大きかったんじゃない日本もやっぱそうなんです日本ではでも普通には見れなかったよね<ー>多分ね。 つまんでちょっっとやたけどでもやっぱ PV ね見るだけでもすごいなんだろうねアメリカを感じたよねいや今 MTV あの PV 全然流れてないよねなんかリアリティーショーばっかりだよね僕が住んでた時は最初の方はずっとミュージックビデオとか流れてたんですけどもうね今いやあれ大事ですよね MTV ジャムズでさえミュージックビデオかかってないと思うん<や>うですけど最近ミュージックビデオ育ちじゃんみんなそうですねそれ見てあこのラッパーこのブランド好きなんだとか勝手に思ってたっす情報ですよね、うん 衣衣装なのに、ね、衣装なに <laughs> なののににね確か全然もろいけど <laughs> 今日だけかっこよくしてきましたなのに高いやつを今だけ着てるみたいな衣装と私服の違いも全く分か,るからず、ね、<laughs> いや、ね、すごいですよね、うん、そうなんだすごいな